地方競馬、地方競馬探検隊。地方競馬の情報発信基地、クリック地方競馬、地方競馬探検隊、ナビゲーターの浅野康則です。来年、つまり2013年の JBC が金沢競馬場で行われるということが発表になりました。東京、大阪、名古屋のいわゆる三大都市圏以外で JBC が開催されるのは10年前の盛岡以来久しぶりとなります。スプリントが 1400m、 レディースクラシックが 1500m、 そして JBC クラシックが 2100m。 レースの中身はもちろんなんですけれども、あのスタンドにどのくらい人が入るのか本当に今から楽しみです。私も当然、行く気満々でございます。ちなみに今年の JBC は11月5日に川崎競馬場で行われる予定となっております。こちらもぜひ楽しみにしましょう。それではまずはこのコーナーから参りましょう。クリック。先週の重賞ウィーナー。まずは重賞レースの勝ち馬一覧をご覧ください。先週は GDR の前哨戦3レースを含む4つの重賞が行われました。それではこちらのレースからご覧ください。8日水曜日、船橋競馬場ではダイオライト記念の前哨戦放置グランプリカップが行われました。道中2番手を追走した5番人気の K.I. ライジンが最後はルクレルクとの競り合いを制して優勝。これで通算27戦5勝、船橋への移籍後初勝利を重賞で飾りました。直線は13番ルクレルクとも競り合いになりましたが、これを制しました。勝ったのは13番 K.I. ライジン。圧倒的な人気を集めたのは単勝 1.7 倍、白い馬体のスターシップ。しかしながら3コーナーのあたりではちょっと息っぷりが今一つだなという感じで、4コーナーのあたりでは前との差が少し開いているという状況でした。その展開を味方に押し切ったのが川島正幸厩舎の2頭。K.I. ライジンが粘るルクレルクを最後に捉えて勝利となりました。この日の馬体重535キロは K.I. ライジン自身過去最大の数字。川島正幸厩舎らしい馬体の作りに見えました。そして鞍上は川島翔太郎騎手。これが今年の3勝目だったんですけれども、そのうち2つが重賞勝利なんですよね。大舞台に強いという星を持っているんじゃないでしょうか。今年がデビュー5年目となりますが、一層の飛躍を期待したいジョッキーです。続いてはこちらのレースです。10日金曜日、高知競馬場では黒船賞の前哨戦地方全国交流の黒潮スプリンターズカップが行われました。後位を追走した2番人気のタンゴの節句が4コーナー手前で先頭に立つと、激しい2番手争いを尻目に最後は4馬身差の完勝。これで通算50戦10勝、重賞は2勝目となりました。川崎記念から地元の重賞に戻ってきた3番タンゴの節句、久松重賞に続いて重賞2勝目。東海地区から5頭の遠征馬を迎えて行われた今年の黒潮スプリンターズカップ、なかなかの強敵揃いでしたが、地元所属のタンゴの節句が楽勝といえる内容で勝利を飾りました。3月20日の黒船賞はさらに相手強化となりますが、今の勢いなら2009年の黒船賞で3着に入ったフサイチバルドル以上も期待できるかもしれません。次はこちらのレースです。12日日曜日、福山競馬場ではこちらも黒船賞の前哨戦近畿中国四国地区交流のいろは丸賞が行われました。圧倒的な一番人気に支持された兵庫の ACF ダンズが好スタートから先頭に立つと、最後まで楽な手応えのまま5馬身差の圧勝、見事黒船賞の優先出走権を獲得しました。勝ったのは10番兵庫の ACF ダンス、 1250m 楽々逃げ切って優勝を決めました。こちらも黒船賞へのトライアルレース、兵庫からの遠征馬 ACF ダンズが大外枠だったんですけれども、楽に先手を取り切って、そして楽勝を見せました。残り 150m ぐらいのところで川原翔一騎手が後ろを見て、そこからは惰性で走ったというような、そんな勝ちっぷりでしたね。 ACF ダンズは昨年の秋に兵庫に移籍して地元では未勝利でも、笠松そして福山の遠征競馬では勝利を挙げているんですよね。大江ライジンがいる橋本忠夫厩舎だけに、今後も遠征競馬での活躍が期待できそうです。以上、先週の重賞ウィナーでした。
今回は8日水曜日に佐賀競馬場で行われました G3 佐賀記念をプレイバックします。兵庫の大江大臣が出走して全国の注目を集めた今年の佐賀記念、その大江大臣が単勝 2.2 倍の一番人気、続いてメダリアビート、高尾昇る、キングトップガン、マイネルアバグラス、ピーラニハイウェイと JRA 勢が上位人気に支持されました。佐賀記念枠入りは終わりました。スタートを切りました。なかなか綺麗な飛び出し、揃った出足からの先行争いです。誰が逃げるんでしょうか。6枠の6何が先手を取るのか注目されましたが、逃げたのは高尾昇る。2番手に大江ライジンがつけて、内からピーラニハイウェイ、その後ろからはキングトップガン、メダリアビートラが追走。マイネルアワグラスは中段につけて1周目のスタンド前に向かいます。そして4番マイネルアワグラス、あとは9番アドマイアダンクに1番北雪サンデーに2番のハンドシェイク、最高峰に8番の平安レジェンドです。流れはおそらく平均ペースです。決してそんなに速くは見えません。しかし遅くもないでしょう。6番高尾昇の逃げ、2馬身くらいのリードを取っています。今日も先頭をひた走るパートナーの安城はやっぱり武豊。そして3番ピーラニハイウェイに外に7番大江ライジン、4番マイネルアワグラス、柴田大地ちょっと位置を上げました。11番のキングトップガン、安藤勝美、アンカツはいつ動くんでしょうか。さあ向こう上面に入ります。6番の向こう上面入り口、前は高尾昇る、大江ライジン、早めに動いたマイネルアワグラスの3頭、その直後にピーラニハイウェイが追走、少し離れてキングトップガン、メダリアビートが続いて2周目の3コーナーへ向かいます。その後に5番のメダリアビートです。両馬先頭から6馬身差、あるいは7馬身差、3コーナーのカーブです。果たして勝つのは6番の高尾昇るなんでしょうか。まだ先頭1馬身のリード、そして7番大江大臣並ぶかどうか、4番のマイネルアワグラス、そして3番ピーラニハイウェイ、4コーナーのカーブ、5番メダリアビートが追い込んできた、メダリアビートが追い込んできた、男藤田真嗣が伸びてくる、直線に向く、あと 200m、 先頭6番の高尾昇るほんの少しのリード、内から3番ピーラニハイウェイ、そして7番の大江大臣ちょっと伸びないか、大江大臣、おお外から5番のメダリアビート、ピーラニハイウェイ。6番人気のピーラニハイウェイがレコードタイムをマークして GDR 初制覇。2着は3番人気の高尾昇る、3着は5番人気のマイネルアワグラスでした。それでは佐賀記念を制した川田優雅騎手のインタビューをご覧ください。そうですね、まあ、前2回ともね、地方ではね、すごくいい内で走ってくれましたし、まあ、何よりも今日は、まあ、佐賀ということでね、まあ、馬の具合も良さそうでしたし、一発狙っていこうと思って、はい、楽しく乗りました。思ったより、うちを重たく感じなかったので、もうちょっと重いのかなと思ってたんですけど、そんな重そうではなかったので、まあ、もう外に出せる展開では、ね、あまりなかったので、じゃあもううちでいいなと思って、はい、そうですね、これで、馬の、ね、自信につながって、ますますいい走りをしてくれるといいなと思います。本当にこんな寒い中ね、競馬場まで足を運んでいただいてありがとうございます。また今回もね、2000のレコードということで、1004ではスーニーで、2000ではピーラニハイウェイでね、レコードを取らせてもらったので、僕が乗ってない時でも僕の名前があると思うので、またそれを見ながら、このレースなり、スーニーなりを思い出してもらえたらいいなと思いますので、また競馬場に足を運んでください。ありがとうございました。昨年もレコードタイムでの決着でしたが、今年もまたレコードタイム、スローペースからの瞬発力勝負となったこの一戦、その展開の中差し切ったのは JRA 勢の中で一番人気がなかったピーラニハイウェイでした。最後の4コーナーでインを回ったその判断は、佐賀競馬場で育った川田優雅騎手ならではと言えるかもしれません。逆に大江ライジンにはこの展開が厳しかったですね。それでも最後まで食い下がっての0秒3差、まだまだ今後への期待ができる存在だと言えそうです。その大江ライジンを管理する橋本忠夫調教師、手綱を取った木村武史騎手の声です。木
ペース的にもね、そんなにでやっぱりちょっと、ガリガシとハロンがね、どうしてもね、地方マリンなんとかこれで対抗するように、チョビホーガーちょっと変えて、まあ、距離は別に長くてもこれで辛抱できる距離ですよね。だからあとはアガリスとハロンのいかに対処できるかっていう、まあ、ちょっと考えていきたいですね、はい、いや僕もやったかなと思ったけどやっぱり最後の直線で止まってしまいましたね、はい、止まったんですか、まあ、空を使ったんじゃないですか。いやもういっぱいいっぱいでしたね。やっぱり中央と地方馬の違いやね、やっぱ上がりはね、まあ今日はあの前回専用を使った後なんでちょっとかかり気味でいっとったけどね、いつもやったらあんなガーッていく馬じゃないんですけど、まあ、それが上がりに止まったと思います。グレードレースほんま勝ちたいんでね、勝てるようにほんまもっと仕上げて出走させたいと思います。大江ライジン本当にね惜しかったですよね。大江ライジンの次の予定目標は3月22日の名古屋大商店とのこと。また改めて期待そして楽しみにしたいと思います。以上プレイバック GDR でした。目指せ全国制覇、競馬場へゴー。吉井君と浅野さんの馬券対決となった今回の競馬場へゴー。今回幸先いいですね、2人とも。とりあえずね、とりあえずに当たったという、はい、幸先よく第1レースを当てたもののその後は2人とも2連敗を喫するなどいまいち見せ場のないまま前半戦を終了。5レースからよし見せ場作りますので皆さんやりますよ。期待しておいてください。期待して見てるからもうこんな顔は見せないでね。第5レース的中に向け真剣に検討する2人。よっしゃ取りに行こう。これは1番8番13番3連複フォーメーションで行きました。もう一つが馬単、相手はもうほとんど流しました。ちなみに根拠は1番が脅威、一番いい枠なんじゃないかなと。あと8番はコンさんが乗ってますんで、で13番はマーシーが乗ってますんで、なんでかって言ったらもう全レース同じ買い目になっちゃいそうな、ええ、そんな浅野さんの買い目はこちらです。3連複6等ボックス20点外で、根拠は全て返し馬でこのスタンドの前を通った時に、おいいなって思った馬、その6等です。一番僕が勝ったことない馬券数はどういう意味？ 3連複ボックスあない、それだけは絶対買うなって言われてますんで。誰の親の遺言？いや島田洋八さんに言われましたマジで、はい、それだけは買ったらあかんぞっつって。どうなの？あのうなずくだけの洋八さんが僕に意見したの初めてでした。うなずくだけの洋八師匠が突っ込むっていうことはよっぽど買ったらあかん馬券なんやなと思って、うなずくことしかできない洋八師匠が否定するぐらいですからね。まあ冗談はさておいて第5レースビシッと当ててよ。勝負や5レース行くで。リバイバル上がってきた。マジ10番ユノラングラー先頭ですが、外から6番刺されるか。リバイバルと9番のゾッコンガー2頭が並んで一気に抜け出しました。ハイタさんにぶつかった。あら外か、4角は外からの方が伸びるのが直線は、あー戸崎啓太、川崎、川島正幸厩舎に戸崎啓太、藤江渉が2着で金子さん3着、すんげー荒れてんじゃないのこれね。ひどくねこれ。印ないとこばっかりやん。三連単が100万馬券となった第5レース、さすがにこれはお手上げですね。マイナスが少しずつ加算でいきます。意気消沈の2人は第6レースのパドックではなく食事に向かいました。見た目負け続けてる人の食事とは思えないですよね。うん。まあもう大人の煮込みで。おいしい。やっぱりそばは関東やね。しじみの味噌汁は脳みその活性化に役立つって感じ。
しっかりとパワーを蓄えた2人。第7レースは当たるかな。難しいな。何が来てもおかしくないでしょ。パドックで悩み続けた2人。こちらは浅野さんの買い目ですが、苦心の跡が伺えますね。後ろから行く馬2頭で、その中でも人気があって実力もある5番と8番、どないですか。僕はですね、はい、1.35 生まれワイド、はい、やっぱりね、3番ね、その重馬場こういう馬場下手くそちゃうかって言ってるんですけど、5000走って4勝してるんですわ。あとコンさん、あのパドックの時のコンさんは自信ありげでした。やりますよ、この2人で。カズキ、あとは踏みを、よっしゃ、外の2頭や、外の2頭クイ、外の2頭やな、ほら見てみ、マサバさんがフラついてる、ほら見てみ、ほら見てみ、ほら見てみ、最後に来た1点ダダダーン、ダダダダダーン。3番もね、もう馬も良かったけど、ケータジョッキのこれで残したようなもんですわ。久々の的中に浮かれる吉井くんと2連敗の浅野さん。ウィナーズサークルで行われた杉村騎手と村上騎手の紹介式では、取ったぞ、勝丸くん人形ゲート。吉井くん、運気が上がってるみたいですね。もらわないでしょ普通。人形くれた、12番応援しよう。村上ジョッキー初志貫徹、2番杉村和樹騎手と12番、村上忍騎手、初志貫徹のこの、2番12番から行こうかな。ということで、まずこちらは吉井くんの買い目です。8レース3連単フォーメーションできました、頭は的場ジョッキー、戸崎ジョッキーね、難関のトップ、あと2着にはその2人と、これもね、難関のトップ、明日武見カップに出る森ジョッキーで、その相手には、杉村ジョッキー、村上ジョッキーを3着に入れました。さっき12番から買おうって言ってなかったっけ。やっぱりね、ここはね、あの難関のジョッキーが難関の意地を見せると思うんですわ。なんでこれで勝負しました。浅野さんは見せるのは8、もうレース始まるから12戦じゃないっしょ、早く。僕は初志貫徹ですよ。2番という2番ちゃんと名前も入ってるでしょ。あ、入ってねえやこれは。はい、名前入ってなかった。2位で杉村和樹騎手、コスモハーベスト村上忍騎手、そこから3連単、もう1個はちょっと日和りました、杉村和樹騎手、森太斗騎手、そこから流すということで、はい、おお、もう1コーナーか、はい、うわすごいわ。初志貫徹、初志貫徹、初志貫徹。差を詰める11番マキシムケイちゃん直線です。先頭は逃げる10番のジパンヒョウ、ケイちゃん新から3馬身リードが広がってくる、ケイちゃん外から7番のモエレパンピシャスが2番手に上がってきた、終了。さらにその外に出して2番のエンリクさんを詰める、前に出る、そのまま伸びを欠いている中段に沈んでいきます。先頭は10番ジパンファイター2番手、最後2着内にはモエレアンピシャス接戦、先頭ジパンファイター2着、よっしゃ取った。はい、17、2、言った通り、万馬券ついとけ、使えへんか、あ、ギリ、万馬券ギリか、でもギリでも万馬券です。ユキチ様が出てくるんだから、あざっす。馬券対決初の万馬券ゲート、吉井くん、やったね。ちなみに第9レースは2人とも外したのですが、浅野さんは泥沼の4連敗です。はあ、やりました。私2連勝ですよ。ここ馬場が嫁できたっていうのもあって、この結果嬉しいです。どうしたんすか。当たる気がしない。なんですか。当たってる回数2回も当たってますよ。いや、僕3回1回、そういう問題じゃないでしょ。いや、ちょっとドツボです。まずいな、このままでは吉井新一に負けてしまう。僕は
後半3連勝いきますよ。何を勝ったらいいかも分かってます。それは戸崎啓太です。人かいとにかくちょっとね後半、3つ勝負しましょう。全く私としては見せ場のないこの中編中編でした。吉井くんがね一個当たり始めるともういきなり調子に乗って声も大きくなってね、ほんともう調子に乗り始めてほんと嫌になっちゃったんですよね。その代わり私はもう全然当たる気がしないというね、ほんと関西人は一回乗せたら怖いですわ。はい、まあでもねこの後も私は頑張りましたよ。次最後の後編をお楽しみにしてください。以上目指せ全国制覇競馬場へ GO のコーナーでした。地方競馬トピックス。地方競馬トピックスのコーナーです。まずはこちらのニュースからご紹介します。第13回 JBC 競争の実施概要が発表されました。2013年の JBC は11月4日月曜日に金沢競馬場でクラシック、スプリント、レディースクラシックの3つのカテゴリーでレースが実施されます。世代別牝馬重賞シリーズグランダムジャパン2012の実施概要が決定しました。3月に始まる3歳シーズンは福山の若草町を皮切りに8レース、続いて行われる小馬シーズンは7月のスパーキングレディーカップをはじめとする7レース、2歳シーズンは9月の園田プリンセスカップから大晦日の東京2歳優秀牝馬まで6レースが行われます。7日火曜日、兵庫の川原昭一騎手が園田競馬第3レースを近江カンパニーで勝ち、地方通算4戦勝を達成。笠松時代の1997年にはワールドスーパージョッキーズシリーズで総合優勝を果たしている川原騎手。なお重賞は TCK 女王杯、兵庫チャンピオンシップ、佐野記念など85勝を挙げています。今日最初の騎乗で決めました川原昭一、お見事、地方通算4戦勝。11日土曜日、高知競馬第7レースに高知のセニョールベストが出走し、平地競争の国内最多出走回数記録を更新しました。今年で13歳ですが、地方競馬の同期には全日本2歳優秀を制したプリンシパルリバー、九州の三冠馬カシノ王様、そして平地競争の最多勝利記録に並んでいるモナクカバキチなどがいます。瀬戸のジェントル先着、2番手接戦となりました。変わりまして、今週各地の競馬場で行われるファンサービスイベントの情報です。大井競馬場では15日水曜日に平成23年南関東公営競馬優秀騎手表彰式が開催されるほか、ご覧のファンサービスが実施されます。笠松競馬場では17日金曜日にラブミーちゃん NAR グランプリ4歳以上最優秀牝馬受賞記念セレモニーなどが開催されます。川崎競馬場では19日日曜日に金沢チビウマダンプレゼンツポニーレース in 川崎競馬が開催されます。川崎競馬場へぜひどうぞクリック。そのポニーレースには皆川真由美元騎手も登場します。これが本当の引退レースですね。発走時刻は11時40分頃の予定、お近くの方はぜひご来場ください。では最後に各地の重賞競争ラインナップをご覧いただきましょう。15日水曜日、大井競馬場では金杯、17日金曜日、笠松競馬場ではJRA 皐月賞のステップ競争への代表馬選定競争、北陸東海近畿中国地区交流のゴールドジュニア。19日日曜日、福山競馬場では福山プリンセスカップ、佐賀競馬場では飛燕賞が行われます。各地の熱戦にどうぞご期待ください。
以上、地方競馬トピックスでした。地方競馬のカレンダーは3月の年度末に向かっていくという形になりますが、万栄競馬の重賞戦線で活躍中の錦大臣と福泉が今年度いっぱい、つまり3月いっぱいで引退をするということになりました。共に11歳という年齢なんですけれども、個人的にはまだまだ活躍できるんじゃないかなと思うんですよね。ゴールデンバージと同じ14歳15歳そのくらいまで、まあ、でもそれはともかく、錦大臣と福泉は3月25日の万栄記念がラストレースということになります。そこまでの過程も含めてぜひぜひ応援をして、そして声援を送っていただきたいなと思います。それでは次回もお楽しみに。地方競馬のことならクリック地方競馬に、レッツクリック。